しだだんだんだん決めろ一発バンバンバン心震えるレッツゲスターティング楽しんでまとって勝ち抜いて笑って心が弾むたまるエナジーギーこんなにも宇宙でどこまでも宇宙で暴走した悟空、悪のサイヤ人大暴れ。フューが言ってた強いやつってどこにいんのかな。くだらんこと言ってないで貴様もトランクスの気を探れ。あ、カカロット。あいつすっげえでけえ気だ。おい、危ねえからおめえはどっかに隠れてくれ。こいつサイヤ人か。こんなにも邪悪な気は初めてだ。なぜここに。トランクス、お前はカカロットを、俺はこいつを倒す。わかりました。貴様はクーラー。みんな気をつけた方がいいよ。フュー、あいつは悪のサイヤ人カンバー。その悪の木は触れた者の心を壊すからね。カンバー、悪のサイヤ人だと。父さん、クーラは味方です。うん、目的が一致しただけのこと。ゴールデンフリーザになって俺を超えたと言ったな。弟にできて兄の俺にできないことはない。この姿を見る、あえて言うなら、ゴールデンクーラー。さあ、始めようか。
悟空さん、元に戻ったんですね。ああ、トランクス、おめも無事だったか。はい、ご心配をおかけしました。気に入ったぜ、お前たち。俺と戦え！はカンバー、悪のサイヤ人だ。なんだって？そうだ、悟空さん、んベジータさん、ポタラ、海王神様から預かってきたんです。俺が奴を引きつけます。その隙に、あのガキ、終わったな。踊れー、カカロット、やるぞ。オラたちの本気見せてやる。次回、スーパードラゴンボールヒーローズ最強の輝き、ベジットブルー海王拳炸裂。絶対見てくれよな。